愛されないということは不運なんですが、愛さないということは不幸です。輝く星に心の夢を。いつもありがとうございます。ようこそアトリエ夢プレゼンター身長は高いですが今週は低いラファエロこと竹内ラファエロ清人です。さて2月に入りましたね。世間的には緊急事態宣言に甘い甘いバレンタインデーですが、今月もよろしくお願いいたします。今日はアトリエアートギャラリーからとても素敵なサインを送っていただきました。こちらです。ドン、ラファエロ風ラファエロ竹内ラファエロ清人のミドルネームの語源ラファエロサンティ、こちらの自画像の芸術家、彼に寄せて描いていただきました。さすがですね。手元には僕らのクラブのミッキーマウス、そしてウォルト・ディズニーの名言、ロータイズ・タイムレス・イマジネーション・ハズ・ノー・エイジ・アンド・リームス・ア・フォーエバー、笑い声は時代を超え、想像力は年を取らない、そして夢は永遠のものだ。最高です。そしてこちらのアートにはおなじみ隠れミッキーがこっそり隠れています。さあみんなで探しましょう。どうぞ。まずは左目の瞳の中、そして帽子のアクセサリーにもいますね。細かいデザインを見事です。アカウント名 K さん、素敵な才能を送っていただきありがとうございます。とっても嬉しかったです。さて今日のプレゼンがニュー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 、嘘をついたら鼻がニョキニョキ伸びますね。ピノキオの冒険旅行、木の人形だったピノキオが本物の人間になるまでの感動のストーリー。ディズニー映画ピノキオでピノキオが体験する冒険の旅をトロッコに乗ってたどります。おもちゃ屋のおじいさんが作った木彫りの操り人形に妖精がふわっと魔法をかけて生を授かり人間を目指していくファンタジー作品。個人的には金魚のクレオが可愛くて好きですね。ということで今日はピノキオの冒険旅行のバックグラウンドストーリーをプレゼンさせていただきます。それでは早速。おもちゃ人形ピノキオ、ここは今からプレゼンです。行きましょう。祈ればいつか叶うでしょう。ピノキオの冒険旅行、これはなかなか珍しいアトラクションで、世界のディズニーランドでピノキオのアトラクションが最初にできたのが東京です。通常であれば本家アメリカから企画を輸入する形が主流なんですが、東京ディズニーランド開園当時に世界で初めて開設されて、その後カリフォルニアとパリにも導入されました。始まりは東京です。そんな歴史あるアトラクションなんですが、乗車前、夢の国に行く前にぜひ作品をご覧いただきたいんですよ。というのも映画の世界観が忠実に再現されています。まずはアトラクション前、ファールフェローとギデオンのオブジェ、ファールフェローがスティックで何かをピシッと刺して、その後ギデオンがトコトコとついていってます。2人の行き先にあるのがピノキオの噴水。ピノキオの持ち物に注目していただきたいんですが、右手にスッと持っているのがリンゴとジミニークリケット、左手には本、そしてルンルン気分のピノキオと。これは映画のワンシーンで、ピノキオが初めて学校に向かうところをたまたま見かけたファールフェローとギデオンが悪巧みを考えて、見ろ、あれは木の子供ぜ、使いよっちゃ人も芸できそうだと、ピノキオをそそのかそうとするシーンです。物語のワンシーンを花壇と噴水で再現しています。さらにファンタジーランド周辺をぐるっと見回すと、たくさんのショップがあって、例えばストロンボリズワゴン、ストロンボリとはピノキオをお金儲けの道具にしようとした人形劇団の親方の名前です。このワゴンはストロンボリ人形劇団の移動式人形劇場をモチーフにしています。中にはファンシーなキャラクターグッズがずらり並んでいるので、カチューシャを買う際はぜひ。そしてビレッジペイストーリー、サクサクの焼き菓子やスナックなどが買えるワゴンなんですが、見た目はカラフルな荷馬車です。これはもともと人形劇を上演するための馬車で、ここにも関連性があります。さらにはドリンクスタンドのクレオズ、ツーンとしたとんがり屋根が目印のクレオズなんですが、クレオはゼペットじいさんが飼っている金魚の名前です。このクレオズには隠れミッキーならぬ隠れクレオがいくつか存在しているので、ぜひ探してみてください。そして定番の隠れミッキーなんですが、トイレの横の壁にゼペットじいさんとピノキオが仲良く踊っている絵がドーンと描かれています。
2人の足元の影に注目していただきたいんですが、影がミッキーシェイプのシルエットになっているので、こちらもお見逃しなく。さらにはトイレの男性と女性のマークなんですが、木彫りの人形になっています。これはゼペットじいさんのおもちゃ屋の世界観から来てますね。こんな風にアトラクションが始まる前のファンタジーランド周辺にはピノキオとゆかりのあるシンボルやショップが数多く点在しているので、乗車前にぜひ楽しんでください。そしてアトラクションの始まりは、ファールフェローとギデオンにそそのかされたピノキオがストロンボリ人形劇団のステージに立つところから始まります。そこからプレジャーアイランドという幼いいたずらっ子をたちまちロバにしてしまう呪われた遊園地へと進むんですが、細かいなと思ったのが落書きされたモナリザ。作中でもモナリザがすっごい雑に扱われるシーンがあるんですが、それはアトラクションでも再現しています。なんでモナリザなのかというと、ピノキオの舞台がイタリアだからです。そういえば C のパラトカナルにも書きかけのモナリザがありましたね。あと気になるのが消えるブルーフェアリー。ネタバレ注意なんですが、ピノキオを人間の姿にしたブルーフェアリーはその後魔法のようにキラキラと輝きながら姿をスッと消します。この瞬間後ろを振り返るとその仕組みがわかるんですが、反射鏡を利用して先にブルーフェアリーの人形の姿を消して、その後に光を消すという魔法をかけています。お見事です。面白いのが、以前ディズニーシーでファールフェローとギデオンとグリーティングできる機会があったんですが、なぜファンタジーランドではなくディズニーシーだったのか。それにはちゃんと訳があって、ピノキオの原作ピノッキオの冒険の作者カルロ・コンローディ、彼の出身地がイタリア・フィレンツェで、ピノキオの舞台がイタリアです。そしてイタリアをモチーフにしたテーマポートがメディテレーニアンハーバー、ゆえにホテルミラコスタにはピノキオが多く登場します。ホテルの壁にもいれば、ベッドのシーツにも隠れているので、ぜひ探してみてください。意外かもしれませんが、ミラコスタといえばピノキオです。そんなたくさんの人から愛される作品なんですが、現在ディズニーで実写化が進められています。過去には実写版ピノキオ映画は存在したんですが、ディズニーで作るのは初の試みです。監督や脚本家がどんどん決まっていく中、自分が嬉しかったのがゼペットじいさん役にトム・ハンクスの名前が挙がっていることです。来ました、巨匠トム・ハンクス。ダヴィンチコードやターミナルといった名作で有名ですね。ファンタジーで個性的なキャラクターだったらジョニー・デップが大好きなんですが、味のあるヒューマンドラマならトム・ハンクスが大好きです。トム・ハンクスはディズニーと深い関わり合いがあって、トイ・ストーリーシリーズでウッディの声優を務めたのがトム・ハンクス。さらには映画ウォルト・ディズニーの約束ではウォルト本人を演じました。トム・ハンクスのウォルト・ディズニーは渋くてかっこいいですね。コロナウイルスから回復したトム・ハンクスは現在撮影に挑んでいるようで、新作映画の公開が楽しみです。アニメに実写にアトラクションと楽しませてくれるピノキオシリーズ。ピノキオの物語は悪役に騙され傷つき、それでも愛する人のことを思う素敵なストーリーです。この作品から人を愛する勇気を学びましょう、プリンセス。それではごきげんよう。誰も私のことを分かってくれない。私はみんなから嫌われている。私は誰からも好かれない。誰からも愛されない。そんなあなたは誰かを愛したことはありますか？人を愛することによって失うものは何もないですけど、愛することを怖がって行動しなければ何にも得られない。愛されないということは不運なんですが、愛さないということは不幸です。人に愛される前に人を愛しましょう。気づいた時にあなたは人から愛されてますよ。素敵な夢を。